皆さんおかまちゃん、滝沢です。です。ということで、今回もこちら、上げていきたいと思います。はい、通天閣の屋上でございます。はい、そして、あそこには、マイティがいます。はい、ということで、早速、まあ、僕がこれ今向いたんでね、はい、開けていきましょう。お願いします。はい、お願いします。じゃん。強い強い強カードばっかりする。お、ウィルワンカー入ってるんや。そうですね。また今戦闘機強いみたいですね。あ、そうなんや。らしいです。うららの宿、いいね。うーん、いいね。値段下がりそう。これすごいツルツルしてる。あ、すげえ。え、違い。なんか妹がこうやって開けるの珍しいですね。はい、意外と緊張してます。あ、いいですか。でも今回はやめてくれよ。前回の動画概要欄に入れてますので、ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。なんかいいですよね、はい、最近こうガンガン新しいのが出てくるっていうよりかは昔からのみんな大好きカードが再録されてて、ライナとかも確かにこれ人気出そうな感じですもんね。人気な感じしますね。なかなか出ませんね、はい、見えても来て見えてないな。なんで1枚確定なんで、このボックスってすごいんですよ。なんかすごい焦らされてる。もう何なんその発言。全然出てこなくないですか。いや、そうやねんけど、さっきなんかその、そう、妹がなんかそういうガザといんすよ。話良かった、話嬉しい。まだやってた。あ、いいですね。少ない、もうちょいじゃな。アイスさんの新キラスすげえかっこいいから、うん、まだまだ欲しい。あれ？ラストぐらいかな。全然全然。あ、いいね。シックちゃうこれも。シックですね。でもちょっと見えてる。キラキラが。お、まだやな。一番下に。あ、見えてますね。一番下。一番下。なんだそれ。ってラスト。あ、豪華のスターの。豪華の。あ、もう4000の。よ。あ。オベリスクだわ。これはなかなかですね。数万円します、これも。ありがとうございます。クリボーからのオベリスク。3ボックス目が 一体どうなるのか、ぜひ皆さんチャンネル登録して続編をお待ちください。はい、他チャンネル登録、 Twitter、Instagram、サブチャンネル、その他のチャンネルをチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。